後、ワンさんは男の言う通りに手続きをしました。そう、ATM の番号を教えろやカード番号を教えろというのは詐欺です。こういう電話がかかってきたらすぐに警察に連絡してください。さあ、行こう。あなたの知らない海の世界へ。リトルマーメイド。このチャンスを見逃さないで。